ビビとジンベイってのはミスリードなんじゃないのかなと思ってて、他にも絶対この能力者が入るぞっていう13人ってのはそういう意味じゃないんだぞっていうことがね思ってるんですよ。WC、 あ、いい感じ、どうもトエです。皆さん今日はまあ小ヤッキーさんお休みなんですけどもね、まあ僕ねちょっとお話ししたいことがありましてね、まあその前に今ね何を言うかというとね、まあやっぱりねこのワンピース、まあいろんな人が YouTube やってますけどもね、まあその中でもすごいやっぱ有名なのはまあたかしさんじゃないですか。ワンピースマニアとしてもうね、あの頂上戦争のナレッジキングの場ではすごい決勝のステージとか行かれたりもしてるぐらい、まあ記憶がすごいと。でフィギュアマニア言うたらやっぱり小ヤッキーさんなわけじゃないですか。まあというわけでね、まあみんなねもうほんまあっちこっちにすごい人おるんですけどね、まあ神木さんとかもおるんですけど、まあ、どうやったらね僕ねああいうねマニアに近づけるんかなーって思うんですよ。勝手に今冒頭でも言ってるように WCIE と、まあ、ホールケーキアイランドと名乗っておるわけですけどもね、伏線とかってねほんまに全然なかなか気づかないんですよ。でまあね大体今この小屋ちゃんでは、まあ、伏線回考察回ってのはまあもう8割9割や 95% ぐらい小池さんが考えてるんですけど、まあ残りの 5% ぐらいは東野考えてると。まあというわけで今日はね小池さんがお休みなんでその 5% の日です。おい誰や今ハズレ会言うたやつ。いや今日はねなかなか面白い考察持ってきたんで皆さんちょっと楽しみにしててください。まあそれが何かと言いますとね、まあ僕ね、まあ、Kさんと一緒ににわか軍やってるんですけど、そんなにわかにもわかりやすいワンピースのねやっぱね伏線ってのもねたくさんあるわけなんですよ。まあやっぱ小田先生すごい、まあ、分かりにくいね、その神木健二しかしないような伏線も吐くんですけど、まあ、僕らねほんまもうあ分かるわ簡単やわこの伏線みたいなの書いてくれるんですよ。まあ、例えばエースのタトゥーとかね、であとはもう最近やったらあのおでんの2番隊隊長やったやつとか、あれも2番隊隊長は昔から空いてるぜみたいな感じやったわけじゃないですか。でそれがおでんやったよみたいな分かりやすい伏線ならたくさんあるんですけど、これね僕昔から言われてる伏線考察ですごい好きなものがあって、まあ、それが何かというと麦わらの1ミリの能力者数字で表せるというものなんですね。これねほんまにもう10年20年とね、まあ、永遠に言われてる説なんですけど、もうこれ何かっていうとルフィってのはゴムゴムの実食べてるわけじゃないですか。だから5656でゴムゴムで、チョッパーが人人食べてるじゃないですか。だから1101010で人人とかで、ロビンが花花ですよね。花花の実食べてるから8787で、ブルックが読み読みやから4343と、まあ、これね麦わらの1ミリになる能力者はこの必ず1から10のこの能力の数字に当てはまる。で今の船であるサニー号も325と数字で表せるわけやし、もうこれ明らかに小田先生意識してるわけじゃないですか。でその中で2と9が空いてるから誰なのかみたいな、こいつが次に仲間になるんじゃないのかってのが、まあ、永遠に言われてる説なんですけど、それがねもう結構ねヒントがねもう実は出てるんですよ。それがね何かっていう仲間で皆さんに見てほしいんですけど、こちらなんですよ。ビブルカード、皆さん持ってますかね、このビブルカードでね、この画像を見てほしいんですけど、ビブルカードのこの1234567891ってまあ番号ついてるんですけど、それで例えばまあルフィやったらまあこのように1番に入ってると。で2番はゾロで、3番はナミ、4番はウソップ、5番はサンジ、6番はチョッパー、7番はロビン、8番はフランキー、9番はブルックと、まあこういう風にまあ番号が振られてるわけなんですよ。で14でロジャーが入ってるんですね。でまあ15アンジョー、16モンスターということで、まあ15、16からはまあやっぱ関係ないんやなって感じやし、こちらのね画像を見てほしいんですよ。そうこの画像、これ何の画像かって言ったらワンピース公式 YouTube チャンネルにある画像なんですけど、これのね両隣を見てください。そうジンベイとビビがおるんですよ。すごくないっすかこれ。これね、さっきのワンピース公式 YouTube チャンネルの画像ってこれね、パソコンから見た時の画像なんですよ。まあ、これどういうことかっていうと、YouTube の視聴者ってもう9割がスマホ、iPhone とかから見ているって言われてるんですね。ほとんどの視聴者は実は気づいてないことがあるんですよ。どういうことかっていうと、スマホからさっきのワンピース公式 YouTube チャンネルの画像を見ると、こちらなんです。
そう、ビビとジンベエがいないんですね。もうこれね、もうほんまにね、もう確実に確定なわけじゃないですか。いやもう麦わらの一味ってことでしょ、これは。で、まあそもそも、まあこの二人ってのは、ジンベエはまず魚人島でルフィにね、お前仲間になれよって言われて、で、まあ、ちょっとビッグマムのところ抜けるまで待ってやって言って、ビッグマムのところでジンベエは、この杯、この返させていただきやすみたいな感じでね、あの、海賊王のクルーになろっちゅう男が四皇ごときに起こしておられるかーつってバーンって、杯返したわけじゃないですか。で、まあ、ジンベはまあね、ルフィに直接、お前の船長はもう俺だぞって言われてるわけやから、もうこういう風に、まあ、ジンベはもう麦わらの一味でいいと。で、ビビも、皆さん最後何言ったかって言ったら、もう一度、会えたら、仲間と呼んでくれますかと言って、まあ、みんながバーンって手上げたわけじゃないですか。まあ、ということはね、ビビももう仲間なんですよ。これここでね、そもそもの話に戻ると、じゃあもうビビとジンベエで確定ってことは仲間増えへんのっていうことなんですけど、実は小田先生って仲間の数っていうのはこだわってなくて、もうそれこそ展開次第とかで全然変えることはありますよみたいな発言されてるんですね。なんで、この最初の話に戻ると、この2929が人物が入るんじゃないのかってことが言われてるんですよ。だからあくまでこのビビとジンベエっていうのはミスリードなんじゃないのかなと思ってて、他にも絶対この能力者が入るぞっていう13人っていうのはそういう意味じゃないんだぞっていうことがね思ってるんですよ。じゃあこれね、もう一人能力者が入るとしたら一体誰なのかっていうお話を今からしていこうと思うんですけど、まあ、まずね、ビビとジンベエはこの時点でま、一回除外されるわけじゃないですか。だって能力者じゃないから。残り2929のこの悪魔の実の能力者のわけなんですけども、それが誰がいるかというと、候補で言うと、まず一人目は金右衛門。はい、まあ、こちら、福福の実ですね。2929、福福です。福福の実はね、服を自由に着せれるぜ、みたいな。葉っぱ乗せたらそれで大丈夫だよ、みたいな能力なんですけど、パンクハザード以降、なんだかんだ無料の一味と一緒にね、旅してるわけやし、じゃあ、桃のスケとかがね、もしね、このワノ国編が終わった後にルフィたちについていくってなった時に、やっぱりね、その金右衛門がその赤鞘国男を代表してルフィたちの旅についていくっていう展開はまあ全然あり得るんじゃないのかなって思うんですよね。これ金右衛門やったらその役割もね、やっぱりね、被らないんですよね。その、まあ、ルフィの船ってやっぱいろんなね、その人種とかね、もう変わった人たちがいるわけじゃないですか。フランキーとかチョッパーとか。で、ジンベエは魚人という枠で入ったし、そこに、ね、ビビが入ることで現在の王族ってのが入るわけで、光月家っていうのもその意味のある一族なわけじゃないですか。ということはそっからは和の国光月の代表として桃の助と金右衛門が、まあ、加入することもあるんじゃないのかなって思うんですよね。で、まあ、二人目の候補なんですけど、これはバーソルミュークマ。そう、2929の実の能力者ですよね。だから2929にバッチリ当てはまるし、まあ、当時からもこれ結構めちゃくちゃクマは仲間になるって言われてたんですよ。クマと言ったらま、革命軍とか、まあ、元王族とかいう観点からもすごい新しい仲間の枠としてま、認められるわけじゃないですか。元七武海ということもあって、まあ、今から入ってもね、能力、実力ともね、まあ、もう申し分ないわけなんですよ。で、さらに、この59巻の SBS の小田先生は実は言及されていて、まあ、それが何かっていうと、数字で表すっていうことをね、この読者の方が聞かれてるんですよ。まあ、麦わらの一味の能力者の食べた実を数で表すと1から10の数になるんですって言った上で、ニキニキの実を食べたバーソルミュークマが仲間になるということですかね。教えてくださいということで聞かれているんですけど、それに対して小田先生は何て言ってるか。これが、何？いや、びっくりしました。どういう意味で驚いたかって、ノーコメントー次って言ってね、話をごまかされてる。まあ、ということで、まあ、ここでね、クマっていうことが当てられてるので、小田先生はおそらく変えたと思うんですよね。だからクマは今ああいう感じの奴隷になって、サボたちに任せたんじゃないのかなって思うんですよ。ということは、これルフィの仲間になるのは別のキャラなんじゃないのかなと思っています。まあ、例えばこの時点で数字のことはやはり意識されてるし、まあ、絶対今後出てくると思うんですよね。その候補として僕結構あり得ると思ってるのが、この3人目、おたまちゃんなんですよ。まあ、この能力の名前まだ出てないんですけど、きびだんごって言って、まあ、ゾーン系とか動物とかをきびだんご一つで味方にできるという、めちゃくちゃとんでもない能力やし、そもそもきびだんごってのは、この桃太郎の物語において、そのすごいね、主人公側たちが鬼を倒すのに役に立ったアイテムなわけじゃないですか。まあ、つまり主人公向けのアイテムなんですよ。きびだんごの性質ってどこかルフィに似てますよね。ルフィも、その仲間をどんどん引き連れていくことがすごい能力やっていうことを見方かかって言って、てたし、きびだんご自身もそういうわけじゃないですか。ということはそこを補助する役として、
このね、おたまちゃんが入ってもおかしくないなって思うんですよ。まあ、現に、今ね、そのミンクとかに効くかはわかんないけども、ミンクとかも、もうかなりルフィたちの味方になってるわけで、その動物代表としておたまちゃんみたいなのが入ってきてもいいんじゃないのかなって思うんですよ。まあ、または、これね、おたまちゃんって、くのいちなんですね。まあ、そろそろこれ仲間に、そのナミ、ロビンに続く女性が入ってもいいんちゃうかなって思うんですよ。意外にも、その子供っぽいキャラってのが、まあ、いないわけじゃないですか、ワンピースの味方側には。それって、まあ、結構他の漫画とか、例えばワンパンマンとかやったら、その上位の強いやつとかの中に童貞っていうね、すごい幼いキャラがいたりとか。まあ、ロリキャラで強いキャラとかも結構他の作品やったらいるのに、ワンピースは味方側にはいないと。じゃあ、ここに来て最後のそのピースになるのがおたまちゃんでもいいのかなって思うんですよね。で、さらに思うのが、エースとね、約束してた皆さん覚えてますか？エースとおたまが話してた時に、おたまがね、もうエースにちょっとついてきたいみたいなことをね、言うんですよ。で、そしたらエースは、海賊は強くなきゃ無理だ。今度来た時お前が妖艶なくのいちでもなってたら連れてってやるよ。って言って、エースはね、約束したわけなんですよ。で、おたまちゃんは約束でやんすよって言って、その約束をすごい大事にしてると。まあ、おたまがルフィのことをね、エースみたいに見えたって言ってたのも、やっぱりそれが伏線やったんちゃうかなと。エースが叶えられへんかった望み。これ、かつてのルフィみたいですよね。その、かつてルフィがシャンクスに憧れた時のように、おたまはエースに憧れたわけじゃないですか。じゃあ、そのエースの弟分であるルフィに憧れてルフィの一味に入るっていうのも、もう全然あり得る話ですよね。で、最後に、僕ね、これね、すごい大穴なんですけど、キッド、これね、4人目の可能性として、これね、キッドの可能性がね、ちょっとあるんじゃないのかなと思ってて、でもありえへん、ありえへんと思う。でもね、それこそがやっぱりワンピース。この僕らのこの予想をね、はるかに上回ってくるこの小田先生なわけじゃないですか。ということで、これね、キッドやと思うんですけど、キッドってなんか、ね、磁石の能力っぽいじゃないですか。だから、まあ、直々で2929なんちゃうかなと。まあ、ちょっと無理やりっぽいけども、まあ、実際我が国ではルフィに助けられて、このね、同盟とかはもううんざりだみたいなことを言うてるわけじゃないですか。それで今単独行動してると。実は、そのルフィってもうあの国うどんでね、めっちゃキッドと仲良くなってるから友達になってるかもしれん。で、ウソップみたいに、まあ、キャプテンユースタスキッドが、じゃあ俺キャプテンやんなら1秒入ったってもええよみたいな感じで言うてきて、いや何言うてんねんって言うけど、まあなんだかんだ一緒になるぜ、みたいな感じで、まあ仲間になる可能性が、まあちょっとあるかな、とは思います。はい。まあ、というわけでね、本日は以上です。はい。まあ、この中でね、まあ、この4人の中、または他の候補2929みんなもね、誰がね、このワンピース、ルフィね、次の悪魔の実の能力者として、ジンベイとビビーがやったら、誰が仲間になるのかっていうのをね、ぜひ予想で書いてください。はい。というわけでね、またこれからも東洋考察やってほしいよとしては、ぜひ高評価お願いしまーす。それでは、せよん。もう諦めたな。1日お疲れ様です。こやちゃんクルーのお待ちかね。 Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォロー、チャンネル登録してね。お風呂の前はこやっきーチャンネル。